ホワイトプレインズ、NY アット、マルティーヌアーベニュー、アンドバンクストリート、ホワイトプレインズは、ニューヨーク州ウエストチェスター郡の郡庁所在地である。2000年の統計によれば、人口は55,394人。ただし、この統計は、昼間のオフィス街の人口を含めたものではない。ニューヨークの北に位置し、居住コストが全米で、ニューヨークに次いで2番目に高いことで知られる。 隣接する州市町村を含めて全米屈指の高級住宅街も構成する。居住環境はニューヨークに比べ格段によく車の運転もしやすい。そのためニューヨーカーたちも免許の実技試験の時にここまでに受けに来る者も多数いる。ウエストチェスター軍の中でも特に合格しやすいことで知られている。実際にここで暮らす場合は車がないとひどい目に遭う。 町のダウンタウンエリアには通信、金融の有力企業の本社、及びセンターがあり、町の北側、及び東西の境界域に大企業の本社が立ち並ぶビジネス地区が存在する。また、ダウンタウンエリア、及び境界エリアに複数の大学、専門学校も存在する。駅前通りの一角では、シティセンターという商業再開発施設が完成し、中核には、 最高級コンドミニアムであるトランプタワー、リッツ・カールトンなどが相次いで完成している。マンハッタンに次ぐ価格帯であるものの価値も高く人気がある。ホワイトプレインズの名前の由来は厳重部族であるウェクキスケック族のクエロパスという言葉を訳したもので意味としては白い草の生える湿地帯という意味になる。1683年にモヒカン族から土地を購入した。 イギリス人の植民が行われ、それが街の元になったとされる。独立戦争時はハウ将軍の率いるイギリス軍とワシントン将軍の率いる大陸軍の小競り合いであるホワイトプレインズの戦いが現在のホワイトプレインズ駅近辺で行われた。また、ニューヨーク州での独立宣言は最初にホワイトプレインズ村で読み上げられたとされる。とには1866年に指定され、 1916年に死となった。ありがとうございます。